助けて先生。減量中スイーツの誘惑に勝てません。どうしたらいいですか。お教えしましょう。その商品は美味しく低カロリーで水溶性食物繊維のイヌリンが入っていて、食後の血糖値の上昇を抑えてくれる。さらにアレンジレシピで減量中のご褒美スイーツにもなる。ソイとホエイがダブル配合。6月28日発売のマルチダイエットプロテイン、モンブラン風味、抹茶全体風味、ベビーモカレット風味。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は有酸素運動を私があまりおすすめしない理由、その代わりに何をすればいいかということについてお話ししたいと思います。はい、皆さんきつい思いをしてですね、有酸素運動をかなり頑張っていると、体脂肪を落とす頑張っていらっしゃると思うんですけれども、残念ながらそううまくはいきません。それどころかですね、むしろ筋肉が落ちてしまう可能性があると。どうすればいいのか、はい、筋肉をキープしながら体脂肪を落としていくことができるのか、ぜひ最後までご覧いただければと思います。有酸素運動なんですけれども、はい、武田子さんはどうでしょう。今まで体脂肪を落とすために有酸素運動をやったりしたことはありましたか。先生と出会うまでは、減量ってなると朝と寝る前に一生懸命クロストレーナーとか、うん、昔はそれこそ本当に路上を走ってやってましたね。クロストレーナーですとかと走ることによって体脂肪を落とすと、結構ランニングしてる人多いと思うんですけれども、ね、はい、じゃあみんなバリバリの体してるかと、決してそんなことないんですよね。そうなんですよ、ね。私がよく言うのは、マラソンランナーよりもスプリンターの方が体脂肪少ない、うん、有酸素運動で体脂肪落ちるんだったら、マラソンランナーみんなバリバリのはずです。確かに全然そんなことないですよね。例えばマラソンランナーがスプリンターよりいっぱい食べてるか、摂取カロリーのが多いのかというのは、決してそんなこともない、うん。じゃあなぜそのようになってしまうのか。マラソンをやってる人、実は結構太りやすい、これが分かっています。まあ、なぜかと言いますと、有酸素運動によってエネルギーを使います。はい、でも体というのはそれにですね、どんどん適応していくわけですね。つまり有酸素運動をやってもエネルギーを使わないようになっていく。なるほど。ということなんです。これは前にちょっとお話しした時にですね、脱強液タンパク UCPというものと絡めてちょっとお話ししたんですけれども、はい、分かりやすく言いますと、有酸素運動でカロリーが使われる、うん、体がだんだんそれに慣れていってしまう、有酸素運動でだんだんカロリーが使われなくなる、うん、となりますと、これがですね、実は有酸素運動していない時もカロリーを使わない体になっちゃうんです。つまり有酸素運動をやればやるほど体がカロリーを使わなくなる、うん、そうなっちゃうんですね。ですのでマラソンランナー、はい、マラソンを休むとすごい太りやすくなってしまう、うん、ということ、まあ、これは UCP というタンパク質が減ってしまうからそうなるわけなんですけれども、そうなりますと有酸素運動をやればやるほどむしろ太りやすい体になっちゃう、うん、ということでもあるんですね。そして有酸素運動で体が疲れます。疲れるということはそれがストレス、うん、ストレスがあるとコルチゾールが増えてしまう、はい、筋肉が分解されるホルモンコルチゾールが増えてしまうということになりますので、これが今度は筋肉を分解しよう。ああ、なるほど。ストレス対抗ホルモン、これはエネルギーが必要になります。じゃあそのエネルギーどこから持ってくるかというと、筋肉から持ってくるというわけですね。ですので筋肉を分解してストレスに対抗しようとする、筋肉を分解して有酸素運動というエネルギー、有酸素運動というストレスに対抗してということになります。ですので、まあ、マラソンランナーあんまり筋肉が多い人がいないというのもそういうわけです、うん、どうすればいいのかなんですけれども、はい、ここでスプリンターですよね、うん、スプリンターは筋肉とても多いです。多いです。で体脂肪とても少ないです、うん、有酸素運動やってないです。確かに。なのでスプリンターはそのような筋肉をキープしながら体脂肪を減らせるのかということなんですけれども、ここでやっぱりダッシュがとても有効だということですね。有酸素運動というのはチキン繊維を結構使いますけれども、はい、ダッシュというのは速筋繊維を使ってきます、うん、速筋繊維を刺激する運動だともちろん筋肉は分解しない、うん、結構ですねダッシュをやるとハムストリングとかそのあたり発達させることができます、うん、これはちょっと余談になるんですけれども、はい、足のトレーニングしていて前は発達するんだけど後ろハムストリングがあんまり発達しないという方などはダッシュを取り入れると意外に発達する。へえ。まあ、普通のレッグカールとかでは得られなかったような筋肉痛がハムに来る場合もあると思いますので、ぜひですねダッシュも取り入れていただきたいと思います、うん。スプリンターがやるのがインターバルトレーニングなんですね、はい、ダッシュをして休んでから次のダッシュをやる、うん。まあ、例えばラグビーとかあとアメフトの選手なんかもそのようなトレーニングをやります。これを発展させたのが HIIT
ですね、ヒート。こちらの方はむしろオリンピック出場選手のための心肺機能のトレーニングとしてもともと開発されたものなんですけれども、はい、これがもうちょっと楽に普通の人でもできるように変えていくと、うん、ダッシュとインターバルのこの組み合わせによってうまく体脂肪を減らしていく、うん、有酸素運動のように筋肉が落ちることのないようなやり方ができるということになります。ということでエジャー焼きとてもおすすめなんですが、はい、武田さん実際にやってみてどうでしょう、効果実感されたところとかはありますか。プチ減量の時だけ先生から週1回からヒート入れてってっていう指示が出るんですけども、ヒート入れた途端に代謝上がってるんですよね。これ笑っちゃうで上がるんですよ。1日のその消費カロリーに関しては影響力強いなっていうのは実感があります。ダイエット始める時にはやらないといけないなっていうふうに自分でも思ってるところですね。ただ先生がおっしゃった通りで、やっぱオリンピック選手とかついてきるんですけども、僕なんかがやるとあまりにもヒート頑張りすぎるともう呼吸が戻らなくなって苦しくなっちゃうとか、初心者のうちだったらちゃんとやったらきついもんなのかなっていうのがめちゃくちゃ印象あります。まあ、今ちょっと呼吸が戻らないというのが出ましたけれども、はい、むしろそれが狙いなんですね。なんですよね。オリンピック選手の心肺機能を高めるということで、心肺機能を高めるためにも呼吸が戻らなくなるぐらいまでやる、これがまあむしろ効果を高めてくれるということになるわけです。本当にきつくてできないというぐらいだったらまた別なんですけれども、こなせる程度のインターバルでいいかと思います。私がよく勧めてるのが20秒全力20秒軽くという組み合わせなんですけども、まあ、それがきつい場合は20秒30秒、ね、あるいは20秒40秒とかでもいいんですけど、とにかく息が苦しいけれどもこなせるぐらいのインターバルにしていくというような感じでいきますと、うまくですね体脂肪減少代謝のアップ得られると思います。普通の有酸素運動だとですね、終わってからもただ疲れるだけで代謝が上がった感じ、はいはい、そんなしないと思います。ないですね。でも HIIT の方は終わってからも体が熱くなったような、まあ、いわゆるアフターバーン効果っていうやつですね、はい、運動が終わってからカロリーが消費されている、そのような効果を得られると思います、はい、何よりも短い時間で済む。まあ確かにそうですね。結構有酸素運動何十分もやるというのはですね、はい、非常にちょっと時間がもったいないというのがあるんですけれども、うん、HIIT でしたら本当に 5,6 分で終わるということもありますし、はい、もちろん心肺機能も鍛えられる、うん、筋肉も落ちにくいということもありますので、ぜひ有酸素運動の代わりにこちらをやっていただければと思います。世の中でこうヒートっていうとインターバルトレーニングみたいな、いろんな種目をこう軽々と10秒20秒ぐらいでやって回していくみたいなものがあるんですけども、やっぱり心拍数がしっかり上がって呼吸がきつくなることが鍵ですか。そうですね、ある程度心拍数が上がって酸素負債っていうんですけれども、はい、まあ、息が上がってもうきついっていう、はい、そこまで持っていくことが大事になりますので、うん、インターバル長く取りすぎてですね、うん、例えば本当にバーベルカールやってリストカールやってカーフレーズやってみたいな楽な運動ばっかり続けてもですね、うん、あんまり心拍数上がりません。これだとちょっとアフターバーン効果、代謝を上げる効果などもありませんし、消費カロリーも少なくなってしまいますので、できるだけ多くの筋肉を使う、例えばスクワットをやってからバーピーやってデッドリフトをやって、うん、ハンギングレッグレスやってみたんですね。まあちょっと、今のすごいですね。そのような流れでやっていくことによってちゃんとしたアフターバーン効果を得ることができると思います、うん、頑張れば頑張るほど効果が感じですね。そうですね、本当に 5,6 分と短いんですけれども、その間頑張っていただいて、まあ、週3回もやれば十分だと思います、うん、本当に1時間ぐらい有酸素運動をやるのに比べるとですね、はい、5,6 分を週3回で十分な効果が得られるということでしたら、本当にまあメリットの多いものですので、うん、ぜひ参考にしていただければと思います。今回は有酸素運動のデメリット、はい、そして有酸素運動の代わりに何をすればいいかについてお話しいたしました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。